大家好，我是镜子。那今天呢，我们回到我们的橘色萝卜大乱斗。那我就不多说了，我们直接开始看剧情吧。なんだか熱い。オルトに腹を立てたせいで頭がのぼせているのかな。奇遇ですね、リドルさん。僕もなんだか顔が熱くて。熱すぎて周りの景色まで陽炎のように歪んで。待て、さすがにおかしい。陽炎、温められた大気に密度のばらつきが生じ、光の屈折率が変化することで起きるシュリーレン現象の一つ。つまり熱くなっているのは僕たちじゃない、大気の方だ。あ、海底火山の噴火か。違う、何か巨大なものが近づいてくる。おかしてや。なんて不幸せな人なんでしょう。いいだろ、面白い。よそ見、お次は。いいでしょ、もう遅すぎる。かわいそう。あおいいだろ、そうしよう。贈り物を探って。元気がない。証明しよう。やってもいいじゃん、面白いことしよう。重いし。許可し、いいだろ。反応は無理をしてもいいと。いい。感謝。また一つ。何ですか、あの巨大な溶岩の怪物は。おそらくあれが原初のファントム。ファントムタイタンズマグマ。僕たちの魔法では歯が立たない。内定の槍はどこに。格納庫はもう近いはずだ。走れアゼル。格納庫、ここか。熱っ。タイタンが身にまとったマグマでドアが熱されて。このままではドアが熱で溶かされてしまう。僕が氷でバリケードを作ります。リドルさんは雷帝の槍を探してきてください。分かった、すぐに戻る。巨大な魔法石の槍、これが雷帝の槍。なんて大きさだ。起動前なのに息苦しくなるほどの魔力を感じる。僕に扱えるのか。リドルさん、早く。ドアの向こうから伝わる熱で作るそばからバリケードが溶かされていきます。ためらっている時間はない、起動する。コード北のマキア、緊急レベル A の突発重大事案発生と認定。全魔導回路を開放。充電率 100%、 雷帝の槍起動します。体が吹き飛ばされそうだ。操縦者の指紋登録を行います。パネルに手を触れてください。行くぞ。操縦者の登録完了。安全装置のロックを解除。照準サポートモードにて起動します。槍から放たれる魔力が暴れて、この言うことを聞け。なんて重さとパワーなんだ。とても僕だけじゃ扱いきれない。アズール、力を貸してくれ。いいでしょう、腕力には自信が。重い。一体どんな人が使う想定で作られたんですか、この槍は。ドアが破られた、タイタンが入ってくる。アゼール、そのまま槍を支えていてくれ。狙いは僕が定める。任せてください。
解かしてやる。いい度胸が終わりだね。許可しよう。そうしよう。よそ見ない証明しろ。なるほど、面白い。いかがでしょう。おっと、いたのか。わかりました。やってみるといい。もう遅すぎる。シス見せてやる。よろしく。反論はなしだ。ご主人。本当に嬉しい。構わない。用はない。贈り物をサブリオしてもいいかもない。どうしたの。以上。感謝。また一つ。強くなる。僕たちタイタンをタルタロスの穴に落とすことに成功しましたよね。やったー、すごいよアズール。僕たち原初のファントムに勝ったんだ。やってやりましたねリドルさん。雷帝の槍のバッテリー残量が低下しています。残り 10% です。充電ステーションに設置してください。あっ、うん、この槍は一度でエネルギーを使い切ってしまうんだね。あれだけ強力な一撃を放つんですから当然でしょう。この先でも強力なファントムと戦うことになるかもしれない。ここで充電していくほかないね。充電が終わるまで3時間なんて悠長な。僕らは先を急ぐというのに。機械をせかしてもどうしようもありません。非常用の保存食と缶詰が置かれていますし、決しておいしいとは言えませんが、食事がてら一度ここで休憩を取りましょう。最低の槍充電完了。全魔導回路異常なし。お、充電が終わったのかい。そのようです。というかリドルさん、あなたよくこんなところで眠れますね。だって普段はとっくに眠っている時間だし、携帯食料を食べたら満腹感で眠気が。はあ、君ずっと起きて見張っていてくれたのかい。タコは生来警戒心が強く繊細なもので、こんなところではとても眠れません。そう、でもおかげでしっかり休憩が取れたよ。見た目によらずゼブトイというか、なんというか。長い休憩を取った分ペースを上げて先に進まなければいけないね。出発しよう。好啦，今天影片就到这里结束啦。如果你喜欢我的影片的话，记得在底下给下你的赞、订阅，还有分享这部影片哦。那我们下部影片再见啦，大家拜拜。